夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声、読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解もされないまま、道外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで、固まった心一人ぼっちで諦めて、目に映ったものに安堵する日々は物語の中でしか知らない、世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねえとっぴな未来を想像して膨らむ世界は強化したでもノックしてくれないですか。なんて妄想なんかして外を眺めてると、突然に聞こえてきたのはしゃべり声、飲みかけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう、それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなこと知っているわけで、トントンと響き出したノックの音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ねえねえとっぴな世界を想像しているよ、今実に簡単にドアを開けてしまうものでした。少しだけ揺らしてみせた。